くれました、カッパの小太郎です。どうぞ。はい、ゆっくりでいいですよ、慌てなくていいよ。おや、小太以外に、あれ、まだカッパが、カッパが2カッパと、あれ2カッパ、はい、そして、あ、ワンイヌが来ました、3カッパ、あ、じゃあワンイヌですね、はい、はい、さあ、じゃあここからズレ子さんにマイクを渡しまして、はい、はい、よろしくお願いいたします。皆様お待たせしました、東京都は何区、墨田区、スカイツリーのお膝元にあります十間川に住んでいるカッパの小太郎です。そして私はテンドの演歌歌手ズレ山ズレ子と申します。よろしくよろしくよろしく。今日はマッチョのお兄さん来てないのね。はい、そして今日はね、カッパ友達来てくれました。会津若松からカッパグリーンちゃん、そして江戸川区に住むカッパコーター、カッパなのかな。はい、平井商店街から来ていただきました。今日はこのね、4人でにぎにぎしく PR ステージをやらせていただきたいと思います。ね、あ、カッパグリーンちゃんはここの須崎初めてなんですって。今日デビュー戦よ。ああ、そしてさっき裏の待ち合わせにね、遅れてきやがったの。大物感漂ってるわ。いいのよいいのよね、今日はね。そしてサブステージの方にコータのお父さんがね、ずっと司会やってるので、今日は私がまとめて面倒を見ておりますのでね、皆さんよろしくお願いいたします。じゃあ久しぶりにね、こういうフェスだ、フェスじゃないわこういうお祭りもね、キャラ祭りも久々で、そこで歌うこの歌も久しぶりですね。では、少しだけね、振り付けレクチャーします。カッパカッパってコーラスがあるところ、では皆さんも一緒に踊ってみてください。まず左手カッパ、右で上上、左右上上、カッパ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 、やってない人いるのはね、全員やるまで続けるわよカッパカッパ、本番ではもっと早くなりますからね、皆様お手伝いして一緒に盛り上がりましょう。それでは行ってみましょうか。愛のしりこ玉、あなたのしりこ玉、
決まりました。ありがとうございます。どうぞね、今日は友情で来ていただきましたカッパグリンちゃん、そしてコータ、はい、今日の PR ステージ十軒カッパのコタロウ、もう挨拶大変です。そして私アテンドズレアマーズレコでお届けしました、今日はですね11時ぐらいからサブステージの方で、ズレフェスツアーファイナルが開催されますのでね、皆様もお時間があればぜひお立ち寄りください。どうもありがとうございました。あとブースの方でお買い物もよろしくね。午後からサイン会に行きます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこちらの方から大丈夫、はい、じゃあマイクを開始いたします。コタカッパグリーン、そしてコーターズレコさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ちょっとサブステのズレフェス気になるな行きたいな。こっちでね、なんか同時中継みたいなここに表示してみたいですよね、みんなでね。向こうでやるって、やるって11時って言ってた。ズレコさん11時ズレフェス11時ですか。11時ぐらいから、はい、行きたいな。はい、さあ、はい、それではですね続いてまいりましょう、はい、このね枠最後になります。